ガーリックライスガーリックライスは、米を塩コショウなど調味料で炒め、スライスニンニクやパセリと一緒に食べる料理。ニンニクの香りと調理の手軽さが特徴。硬くなり、食べづらくなるため、米を水に30分ほど漬けておくことが重要である。フライパンで、みじん切りにしたニンニク、玉ねぎを弱火で炒め、柔らかくなったところで蒸気の米を追加し炒める。 好みによりスープの素を入れた米と同量か20%ほど多めの水を加え、さらにバター、胡椒、塩などで好みの味付けにする。蓋をして強火にし、沸騰したら弱火で10から12分ほど炊き、火を止めた後10分間蒸らす。米を炒めるため、チャーハンよりもパラパラとした食感となる。大手食品メーカーなどからも、 ご飯に混ぜるだけで簡単に調理ができる調味料が発売されている。ウェブリオ辞書日本語表現辞典ガーリックライスの意味。ABC みんなの料理 NHK エデュケーショナル。ABC 料理研究家、村上アリコの、さあ食べよう。美味しいガーリックライスの作り方ハウス食品。キャバンガーリックライス SB 食品スパイスハーブシーズニング。ありがとうございます。